今年で12回目となる JLPGA ステップアップツアーふんどうきんレディースは臼杵カントリークラブを舞台に今月9日から3日間開催されますきょうは大会を共催するふんどうきん醤油の小手川恭二社長が臼杵市役所を訪れ中野五郎市長に大会を PR しました。若いいいい選手のの本当に息のいいプレーもう、まあ、大変楽しみですけどもそういう ベテランのですね技というのもですねぜひご覧いただきたいと思っております。今年は新型コロナ感染防止策として行われていた感染エリアの制限がなくなりギャラリーの大きな声援がが期待されます。大会の模様は21日 OBS テレビで放送します。